皆さんどうも、霊夢です。今回から新シリーズ、霊夢と行く鉄道乗車解説シリーズをやらせてもらうことになりました。以後よろしくね。第1回である今回は平日早朝に1本運行される、区間快速和歌山駅に乗車したわよ。では天王寺を発車です。この電車は平日早朝に運行される区間快速和歌山駅。区間快速といえば、日中運行のイメージが強いですが、実は平日は朝にもあるんです。またこの電車は、6両編成での運行になっていて、普段、普通電車を担当する225系5100番第6両編成が充当されます。担当運用は A70 ね。区間快速なので、堺市までの各駅は容赦なく通過していきます。ここで関西空港6時30分発の特急はるか2号とすれ違います。このはるか号は9両編成で運行されています。後ろ3両は2021年から定期運用が復活した271系での運行です。お気づくださいますよう、皆様のご協力をお願いいたします。鶴ヶ丘駅で大鳥駅を6時46分に出発した普通天王寺行き取り号します。普段は6両編成が停車する長井駅を6両編成が通過していきます。対向の列車は大鳥駅を7時1分に出発した快速です。ここで海南始発の黒潮6号取り号。海南始発はこの6号だけで283系が充当されます。堺市を出ると次は隣の三国ヶ丘に停まります。ここで大鳥を7時10分に出る普通天王寺行き取り号。ここで天王寺を13分早く出た普通和歌山駅を追い抜きます。ここで大鳥を7時19分に出発した快速取り号します。ザラ泉さんの最寄り駅宿野駅も通過します。午前7時24分、大鳥に到着。この電車は区間快速和歌山駅です。今、大鳥を出ました。大鳥を出たこの電車は終点和歌山まで各駅に停車していきます。この先は各駅に停まるので要所要所お送りします。電車は泉府中駅に到着いたしました。今映っているのは和歌山を6時34分に出発した普通天王寺行きです。泉府中で関空紀州寺快速と連絡しました。この区間は駅間距離が長いため、各駅停車であってもかなりのスピードが出ます。電車は東岸和田駅に到着しましたが、接続や待避はないためすぐに発車します。電車は熊取駅に到着しました。この駅で天王寺を16分後に出発した紀州寺快速に連絡します。そして追い抜かれていきました。ここより先は追い抜かれることなく、この区間快速が終点和歌山まで先着します。
次はひねのに止まります。関西空港線はお乗り換えです。午前8時6分、ひねの駅を出発。ひねので関西空港線と分岐しますが、この電車は引き続き阪和線で和歌山を目指します。次は長滝です。この先の区間では駅間距離が長いためかなりスピードが出ます。5100番第6両編成の高速走行をご堪能ください。長滝審議館では撮影地である旧上の郷踏切があります。ここです。電車は泉砂川を発車。泉鳥取までの区間は長い坂があります。6両編成が長い坂を力強く登っていきます。まもなく山中谷です。桜の時期は人でいっぱいになります。この先は和歌山に向けて、峠越えの区間となります。紀伊に近づくと撮影地の妙見踏切という踏切を通過します。ここです。オープニングに出てくるこの映像の撮影地ね。紀伊を出発すると終点和歌山まであと少しです。長らくのご乗車、またご視聴ありがとうございました。まもなく終点和歌山に到着となります。和歌山駅は3番乗り場に進入していきます。2番乗り場には8時51分発の紀州路快速大阪方面行きが停車しています。乗ってきた電車は折り返し回送電車となり、南側の有地線に入っていきます。今回はいつもと違う編集でお送りしてきましたが、いかがでしたか？今後はこのスタイルが主流となっていく予定です。よろしくお願いします。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。そういえばこの電車は折り返し8時56分発の天王寺行き普通電車になるので、次回、大鳥までの模様をお送りいたします。次回に続く。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録、高評価お願いします。ゆっくりライさんも動画投稿頑張ってるのでチェックよろしくな。Twitter などもやっているから確認してみてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。次回も見てね。